にちは、中山拓海です。今日は喋り中心にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日のテーマは、テーマ間違い探しです。実はですね、昨日生徒の方から、質問が来まして、ドナリーのテーマですね。でここの音って、この本だとこの音になってるんだけど、こっちの本だとこの音になっていて、これは解釈の違いですかっていう風な質問が来ました。で実は僕そこ知らなくてですね、そんなことあるんだと思って、で自分で改めてどっちで吹いてるんだろうなと思って、パッと吹いてみようとしたんですけど、もうそこで意識しちゃってるんで、もう分かんないですね、自分がどっちで吹いてたか。でまあおそらくこっちかなっていうのはあったんですけど、でいろんな音源聞いて検証してみて、あれこれって二通りがある、実際にあるんだなっていうのが分かりまして、あれこういうことって他にもあるんじゃないのかなっていうふうに調べていったら、すごく面白い、自分的に面白いなと思ったことがあったので、皆さんと共有したいなと思って今日は動画にしてみました。具体的にじゃあまずさっきその話に出たドナリーから見ていきたいと思います。こちらはですね、リアルブックの譜面を見ていただいてますが、リアルブックの1の、ここはですね、ドナリーの21小節目のフレーズになってまして、ここ、Gm5C7、実音ですね、で考えていたり、まあ、どちらも C7 一発の場合もあるかなと思いますが、これの、2拍目の裏、3拍目の裏の音ですね、この楽譜で調ですと A フラットになってます。あの調号が A フラットのフラット4つになっているので、A フラットになっているんですね。で、これはあのサム・コイチさんの黒本の方でも同様に A フラットになっています。オムニブックを見てみましょう。こちらはちょっと E フラット、あこちらもじゃあ C の譜面、でオムニブックはですね、ここの音が、ナチュラル A のナチュラルになっていますね。でここが非常に、どっちが本当なんだということが引っかかりまして、楽譜上ではこのように2通りあります。で基本的にオムニブックを見ながらっていうことしないと、見て覚えたみたいな人ってあんまりいないと思うんで、割とリアルブックが一般的なのかなと思いまして、でその生徒、僕の生徒のですね、ツイッターでやってたアンケートもやっぱりこの A フラットを吹く演奏するっていう方が圧倒的ではないんですけど多数な意見でした。で僕も実際ここは A フラットで吹いていたと思います。でじゃあ、生徒からの質問に対して、ここはどっちの方が正しいんですかっていう質問だったんですが、まあこの時は楽譜に頼らずに耳に頼りましょうっていうところが、僕からの意見でして、じゃあ検証していきましょう。まずじゃあ一番最初、オリジナルの音源でありますチャーリーパーカーがどうなっているのか、聞いてみましょう。こちらですね、パーカーはやはり A ナチュラルですね。オミブックと同じように A のナチュラルの音で吹いています。でこれ次の解決先が、Fm なので、あの F フラットが聞こえがちなんですが、ここは、スーパーロクリアンって言いますか、ナチュラル9の音が入る、A のナチュラルを使う方をパーカーは、書いていた、実際演奏していたということですね。じゃあもう一個この演奏でおそらくすごい有名なのは、ジャコパルストリアスのソロの演奏かなというふうに思いますので、そちらも聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。やっぱりジャコもここは A で弾いています。で他の場所に関しては結構こう違う音で弾いている、元のパーカーと違う音で弾いているところもいっぱい、このドナリーの音源はそういうのがいっぱいあるんですが、ここではA をパーカーと同じく A の音をチョイスしていますね。で、では日本人の先輩方
の音源も聞いてみましょう。僕の、すごい好きなプレイヤーで林英一さんの音源聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。林英一さんはここは A フラットをチョイスしていますね。では僕の師匠である池田敦さんの、音源を聞いてみましょう。池田敦さんも同じく A フラットを吹いていました。で、じゃあ、林さんも池田敦さんも僕も尊敬してやまない、リコニスさんはどちらを吹いているのか聞いてみましょう。こちらは A のナチュラルでしたね。ということで、実際にかなり人によるというところがあります。で、僕はどちらが正解とも思いません。結局こういったものも言語なので、言語は喋って伝承されていきますよね。どん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 聞いて伝わっていくので変化していくものだと思います。で、オリジナルがどうなのかっていうのもすごい重要なんですけど、部分部分違っていてもそれは訛りみたいなもんだと思うので、まあここはそれはそれでいいのかなと思いますが、オリジナルのチャーリーパーカーは A を吹いていたということでした。で、もう一個ですね、もう一曲僕はすごい前々から気になってたことをこれをきっかけに突っ込んでやってみました。曲はですね、スクラップルフロムザアップル、同じくチャーリーパーカーの曲ですね。もう今回はいきなり音源から、聞いてみたいと思います。まず、おそらく一番最初に収録されたオリジナル音源だと思いますが、オンダイヤル、チャーリーパーカーのオンダイヤルでの録音ですねが、これ47年の録音です。冒頭のフレーズです。はい、これ最初の音がですね、シャープの音からハンドアプローチするやり方で吹いています。で、このやり方していたのが、リコニッツ、やはりリコニッツさんは、パーカーの音源に忠実に吹いています。こちらですね。そして、アートペッパーも同様に元の音源に忠実に、吹いています。はい、そしてですね、この曲おそらくもう一方有名な演奏があると思うんですが、デクスター・ゴードンの、アルバムの中に収録されているこちらの、音源、有名ですが、これを僕知ってて、あ、こっちのパターンもあるんだっていう認識でいました。ちょっと聞いてみてください。はい、こういう形ですね。一番最初の音が、D の音、実音 D の音からタラララララ、5度跳躍して、あ、D ドレに4度跳躍して、吹いているというパターンですね。で、このパターンがあるっていうことを、僕は知っていて、あ、これじゃあ他の人たちはどうなんだろうっていうことを、疑問に思ったので、まあ、今回これをきっかけに、調べてみました。で、デクスターはその最初の出だしの音もそうなんですが、もう一箇所2小節目の A7、C7、 実音の C7 の時に3度の音、 E の音を吹いているんですね。で、パーカーの元々は G の音を吹いているんですね。で、ここの違いもあって、で、その直前の音も、パーカーは D の音なんだけど、デクスターは半音下のアプローチ、 E フラットの音から E の音に行っているって、この2箇所違うっていうのがありました。で、他の人たちを見てみましょう、聞いてみましょう。ソニー・スティットですね。はい、こういった形でソニー・スティットは最初の出だしの音は、パーカーと同じように F シャープの音を吹いているんですが、2小節目に関してはデクスターと同じで、そこに行くアプローチも同じなので、前半はパーカー、後半はデクスターというパターンでした。で、これ同じように僕の好きなフランク・モーガンという方がいますが、フランク・モーガンも、このスティートと同じ音のチョイスをしていました。で、ここまで話して、あ、そうなんだ、いろいろいるんだねっていう感じになって、で、パーカーがその一番最初のパターンだっていうふうに認識僕の中ではしてたんですが、実は、デクスターがそういうふうに吹いたのにも
理由があって、これ4パターン目っていうのが存在して、その4パターン目を吹いていたのは実はチャーリー・パーカー本人だったっていうことが、今回の、調べで判明しました。そんな形で、この4パターン目の楽譜からちょっと出しますけど、こんな感じで、最初の音はデクスター・ゴードンと同じように、その2度マイナーの5度の音から入りまって、で後半は元々のオリジナルバージョンのパーカーと、同じように吹いているっていうのですね。で録音の時代から言いますと、パーカーのオンダイヤルが47年、でその後の48年のワシントン DC での録音から、これだけのアルバム、僕が持っている中でもこれだけのアルバムが、このように4パターン目の方で吹いているので、むしろパーカー自身が残した音源としては、F シャープから始まるものっていうのはかなりその一番最初に録音した時だけなのじゃないかっていうことが、なんと分かりました。本当にびっくりしました。僕はこのオムニブックでパーカーを知っていて、オムニブックの音源、つまりこのオンダイヤルで一緒に吹いて知って、この曲を知っていたので、これが当たり前になっていたんですが、パーカー自身もこのように変化していってるということが、まあ今回分かった真実、僕の中では真実でした。なので、先ほど申し上げた通り、やはり言語なので、本人も喋っている言葉がどんどん変化していくということが言えるので、ここで誰が正しい誰が正しくないということを言いたいのではなくて、こんなに人によって変わっちゃうんだっていうことを楽しんでいって、でその実際に誰がどの音を吹いているのかっていうのを知るのはとっても面白いことだと思うので、そういった形で、違いを楽しんで、一個一個研究していくと、よりそういった音遣いの自分のボキャブラリーの肥やしになるかなっていうふうに思うので、ぜひやってみてください。今日は、テーマの間違い探しということでやってきました。ご視聴ありがとうございました。では、毎度おしゃべりの時恒例の、じゃんけんで締めたいと思います。じゃあまた次回も見てくれるかな。じゃんけんポン。 Oh, yeah.